まあ、なぜこれに参加したかというきっかけとしては、まあ、東京いろんなカルチャーもあって楽しいんですけど、私自身元から山登りが好きだったこともあって、働く場所としてやっぱりその広々としてなんですか、ね、山があったり土があるところで何か拠点ができたらいいな、そんな思いで、まあ、今回参加しました。やっぱりなんで、そうです、地方で何か拠点欲しいなと思って、まあ、関東近縁ですけれども、ちょっとあっち行ったところ、ここが素敵だなと思ったのは、なんでしょうね、山も険しすぎず、低すぎず、あと川もあって、あとはその市街地に出るにしても、出やすいというか、離れすぎてない、けど近すぎもないという、なんとなくその絶妙なバランス感が非常に溢れているなと。そうですね、それで言っても今回テントサウナをさ、体験できたんですけど、面白かったです。またやってみたいなって気にさせるような爽快感もありました。割と同業他社さんも共通の課題認識とか共通言語が多かったので、初めましての方が、まあ、多かったんですけれども、まあ、そんな気にさせないような楽しい時間を過ごせました。まあ、それでいうと、まあ、もともとなぜ参加したかのところにも話したように、もともとその他の2拠点で何か働くことしてみたいっていう興味が非常にあって、その中でいうと、まあ、やっぱこう来るだけだと関係が深まってから、お客さんと街の人とかいう中で、こう入り込んでやるには、まあ、なんか何かその一緒にできるプロジェクトとかプログラムがあればもっともっとしたいなと、まだお客さんとして仲良くなるっていうだけじゃない仲良くなり方ができるんで、まあ、そういう機会があれば非常にありがたい。